いろいろ人を募ってですね、あの林読会の、 あの北大の資源ではなくて環境科学研究科とか原子力工学科の有志を募ってですね、8名ぐらいで、あの毎週毎週ある場所に集まって、これを最初から最後まで読むということをして、結局全部読みました。で、実はこの教科書は、あの今旧大に来てからは教材の元になっている、あの、本でもあります。で、在外研究はカナダウォータールーで、経験してるんですけども、これは JSPS の申請書を書くときに、アメリカに行きたいけど行けない、でカナダ、この本を見てたんですね。そしたらデイビッド・ブローズさんの名前がここにもここにもある、ここだったら硫化鉱の酸化を環境に関連づけて研究ができるんだというふうに思って、書いて申請書を出したんです。ダメ元で出したんですけども、それが通って、さてウォータールーはどこにあるんだろうと地図で探したんですけど、場所がわからない。で、ウォータールーっていうのは実はあのキチナーっていう都市とツイント水域になってて、地図に表に出てこないんですね。で、トロント あの南西部に位置するところ、人口10万ぐらいの都市です。で、そこにあの行くことになって、実はこのデイビッド・ブローズ先生は、透過型浄化壁による地下水浄化技術 あの研究のパイオニアであって、室内実験からパイロット試験、それからフルスケールの試験、それからモデリングによる長期パフォーマンスの予測、しかも3次元、そして個層、気層、気層という3層のモデリングをまでやるような非常に幅広い地下水浄化技術の基礎から実装化までをですね、連続的にやる大きいグループのリーダーです。で、私と少し年が上ですけども、そんなに変わらない同年代の先生で、あのすごいなと思って、あの室内実験がそういう連続的に実装化につながるっていう醍醐味をこの時あの知って、あの感動しました。まあ、後にあの旧大に来てからはですね、東京環境庭とか、あの学生さん、松本慎一君さん今日来られてますけど、あのインターンシップで送ったりとかですね、そういうことにつなげることができたというのは、あの喜ばしいことだったと思います。で、このようにこの赤い水ですね、これが酸性硬廃水なんですが、これはですね、あのこの今見えてた場所のすぐそばに汚染源があるのではなくて、何十キロも上流側にこのように鉱砕ダムからこういうところが汚染源になっていることが多いです。で、これは、ここで降雨を受けてもですね、ここ嫌気状態なんで、ここで酸素が薄い状態で地下水の流れに乗ってきます。そして地下水面というのはいつも水平じゃないので、こういうふうに地上に出ている部分があって、そこで初めて酸素との反応が起きて、ああいう赤い水ができてしまうという、風にできるものなので、ここに途中に透過型浄化壁という、ここに浄化する仕組み、リアクションが起こるような、デザインをしてやることによって、ここの水を浄化しようと、一番一般的なのは嫌気性菌である硫酸還元菌を使って硫化物イオンを作ってやって、金属と結合させて、重金属を固定すると、これが透過型浄化壁のスタンダードなものです。で、私は比較的短い在外研究だったので、室内実験の実験室の中にこういったワークステーションを設けてですね、これ窒素で埋められているんですが、そこに透過型浄化壁を持つカラノを設置してですね、インプット溶液、ここに AMD の水質を持つものを入れてやって、地下水の流速でもってこれを流して、長期パフォーマンスをモニタリングしたりですね、この中は私の主な狙い、ここの分光学をやるということなんですけども、まあ、溶液の方の長期パフォーマンス、そしてモデリングという仕事も経験させてもらいました。で、これを、まあ、この場合で言うと数ヶ月継続した後、このカラムを分解してですね、レベル方向にこう切り分けて、この場合は XPS を取っていったわけです。で、セレンの状態を知りたいというのがまず第一の目的としてあったので、セレン の状態を知るには、ここのセレンの 3D 軌道、ここを解析をするわけですが、このケースの場合はこの領域っていうのは強く鉄の 3P 軌道に妨害されています。
で2番目 の, あの強い、セレンの軌道はセレンの 3P 軌道っていうここになるんですが、ここもですね硫黄の 2P 軌道にあの大きくかぶっていると、非常に難しいです。そして、鉄の 2P 軌道というのはこれが何にも妨害されなかったあの領域なんですが、これをまず解析してやって、ここの結果をここに反映させてやって、で残る部分がセレンの 3D だよということで、これ非常に難しかったんですね。そして、その結果がこちらの、領域のセレンの 3P の解析結果とつじつまが合うものになってなきゃいけないということで、あの当時は簡単に放射光も使えなかったということもあって、あのこんなことをやって、セレンの状態は0かとマイナス2かの混合であるということをあの結論付けております。で、そうですね、ここでちょっと話は変わるんですけど、旧大に来て2年、数年経ったところでですね、あの出身だった北大の理学部科学同窓会からご連絡を受けまして、なんかあのこういう旧大に来たから何かあの書いてくれませんかということで、旧大、九州っていうのはやっぱ北海道と違って非常にあの歴史と伝統文化があって、特にあの陶磁器文化というのはすごくあの発達して面白いものをたくさん見てもらいました。で、あの登り窯っていうのがあって、そこではあの作家がいろんなものを作ってあの窯に入れて焼くんですけども、例えば100個入れて100個全部あの売れるものになるとは限らないんですね。で悪い時は3割ぐらいしかとどまりはないというようなことがあります。その時にどこまでをあの商品とするかっていうのは非常にその判断が難しいところなんですけれども、ちょっとここ読まさせてもらいますけども、研究と芸術は誰も気がついてない、真実を明らかにするという点で相通ずる。それは、挑戦、独創的でなければならないけれども真実を伝えるという点で、世の中に受け入れられ感動を与えるものでなければならない。そうでなければ単なる独り言になってしまうと、このギリギリの境界を行くのが難しいというっていうことを書いてますけど、まあ、あのいろいろものづくりをする人たち、非常に独創的な活動であるし、あのだけどもやはりあの世の中に受け入れられるものでなきゃいけないという、ところで、あの研究というのも誰も気がついてない真実を捕まえるという点ではとても共通しているんですけども、その結果ですね、その得られたものが非常に世の中に受け入れられるというものでないと単なるモノローグになってしまうということを今も思ってますが、あのちょっと一つメッセージとしてここに挙げさせてもらいました。で私があの旧大に赴任したのは2004年の4月、今からちょうど20年前になるんですが、その当時 そこにはもう平島先生が着任されてて、この系譜を紐解くとですね、この研究室はですね平島先生の前に4代 の教授の先生がおられました。で今日お越しの柴山先生は秋田大学教授ですが、この前の森助幸、先生 のお弟子さんでありましたし、平島先生 の着任後にはですね、非常にあのインドネシアの学生さんの教育を熱心にされて、今あの国立研究所のブラインの研究所の所長をしているアンゴロムニスイトさんやガジャマダ大学の教授になられたヒママンバヒルさんなどを輩出されております。で私が着任して2年後にですね、伊都キャンパスに移転するということが分かっておりました。で着任の年にですね、この国立大学が独立行政法人化をした年でもあります。で当時 の私助教授で赴任して、当時の部門長が、糸井先生でした。糸井先生に言われたのが、法人化しますので、安全の手引きというのを部門に教科書を作ってくれということを言われて、4月着任でもうゴールデンウィークはもう 100% 返上で、その安全の手引き、今部門で配っている安全の手引きの元はこの時にあの私が作ったものなんですけれども、まあ、そういう記憶があります。
そして、今日お越しいただいているグオ・ビンリンさん、中国 の、 国家重点大学の合否工業大学 の、 教授になられました。その他にも、学位を取得された留学生の方やそれから日本人の方もたくさんおられて、ちょっと後ほどまたご紹介したいと思います。で、今から2年前ですね、2022年にですね、工学部改組があって学科の名称もですね、地球資源システム工学科に改称されました。で、昨年の4月に、大木部先生が、教授に就任ということで、三木先生准教授に就任ということで、私が退職した後もですね、この研究室はこう脈々と続いていくというのを最後にちょっと見届けられて良かったと思っております。で、私が20年間プラスアルファぐらいですけども、何をしてきたかというのをちょっと書き出してみたんですけども、先ほど来からお話しているように、硫化鉱物のバイオ酸化の海面現象を分光学で見るというのが最初 の、 お題でした。で、その後ですね、学位取得後、まあ、鉄の次はマンガンをしたいなとかいろいろ思って、マンガン の、 マンガン鉱山、旧廃止マンガン鉱山も北海道に何か所かあったりしてですね、マンガンをに手をつけるということをしました。で、今日出している韓国からいらっしゃっているユウさんもマンガンで副大学位を取られてますし、この時すごくですね、北海道立地質研究所の研究員の方々にもお世話になりました。また小樽商大が、実験室がなかったという、最初なかった、後でできたんですけども、ということもあってフィールドワークをたくさんする、人工湿地自然湿地のフィールドワークの経験もここで積むことができました。で、その後ですね、マンガンの研究は旧大に持ってきて、松田さん、加瀬山さんとこういった学生さんに引き継がれていったんですけども、まあ、マンガン の、 バイオハイドロメタラジーをするとともにですね、できたそのマンガン鉱物を材料として使うという、リチウムイオンシーブ、リチウムの、いい吸着剤として開発するというようなことも行っておりました。で、硫化鉱のバイオ酸化についてはですね、中村さん、石倉さん、坂次さんとかこういった方々に学生さんにいろいろな硫化動向についてやってもらいました。で、その後、最初はフールズゴールドの出発だったんですけど、最後はリアルゴールド の、 研究をすることができてですね、炭素質軟処理金鉱石という面白いタイプの石がありまして、私は DRGO と呼んでるんですけど、そこに非常に結束の高いこういうグループができてですね、まあ、いろいろ展開がありましたのでご紹介したいと思います。で、もう一つのラインとしては、こちらがバイオハイドロメタラジーのラインなんですけども、マテリアルサイエンスの方も新しいラインを作ってきて、ここはやっぱりカナダでセレン酸をやったということがきっかけで、オキソアニオンの不動化というのをやろうとして、ヒ酸ですとか放酸セレン酸フッ素とかこういったものをやってきました。で、先ほど の、 最先端次世代プログラムを申請書を書いたときには、この両側にまたがるような内容の申請書を作ってですね、この両方両輪をやったということになります。で、その後そうですね、東日本大震災があったりして、このイーオンの知見っていうのを何か活かせないかということで、イーオン性放射性各種の不動化材料として研究を展開してまいりました。で、不動化するだけじゃなくて、コカですね、ジオポリマー化というのも次の科研費で採択してもらいまして、ここまでイーオンを続けてきているんですけども、ここでですね、タイからですね、シチホン・チャイサムさんっていう留学生が来ることになりまして、その時にその人は面白くて、この相乗副水酸化物っていうのは光触媒になりますよって言って、でマヒドン大学から来られたんですけども、マヒドンでは触媒科学をやったけど光触媒をやってなかったんですね。で、もう本当に素人と初心者と初心者で光触媒を始めることになりました。で、この、ジオミメティクス光触媒と、光触媒研究純粋なものであればもう全く後発体で今からやっても追いつかないということなんですけども、
何か天然鉱物や人工鉱物と複合化することによって元の光触媒の機能を増強するような系だけやろうということを話し合いました。で、ここのグループはその後ですね、たくさんポスドクとか、PhD の学生も出ましたし、最後の方で、まあ、今もこれとこれをやっていますけれども、いろいろどういう展開になるかわからないんですけども、まあ、行き当たりばったりではあったけどもこんなことを、私はやってきたんだなと思っております。で、日本の研究 .com っていうサイトがあるんですけど、そこで私の名前を入れて検索するとこの画面が出てきます。で、非常に学術振興会科研費にはお世話になりました。で、科研費受給資格が得られた時から現在までですね、切れ目なく科研の代表が獲得できているのかなと見えるかもしれないんですけど、実はですね、1年だけここにブランクがあります。ネクストプログラムの最後終わった時に取れなかったという年があって、上にちょっとなんか外国人招聘研究者、これはちょっと小さいグラントなんでここになかったんです。 でも、九州大学が、機能強化経費というもの予算を持ってて、プログレス100独自のプログラムを公募したんです。で、世界のトップ100の大学とオパートナーとして国際共同研究を推進するものに与えるというのがあって、それに応募して3年間受給いただいて、この間はその後きれいにつながっていくことができたということで、そこも大学にすごく感謝をしているところであります。で、こちらが内閣府が出した次世代先生の次世代のプログラムなんですけど、ここではやっぱり億単位の大型予算だったので、初めてポスドクを雇用するという経験もしましたし、その難しさというのも初めて知ったような具合でした。で、競争的外部資金、どのぐらいお金を大学に集められたんだろうかっていうのをちょっと計算してみましたけども、ざっと寄付金を入れるとやっぱり6億ぐらい、を九州大学に予算を持ってくることができたわけですが、本当の競争という意味では半分ぐらいだと思います。この科研費とさっきの最先端世帯、あとは受託研究とか、あまり競争的資金とはちょっと純粋には言いにくいようなものであったと思います。で、硫化鉱物のバイオ酸化の話ですけども、大体しておりますけど、この硫化鉱が鉄である場合にはこれ酸性鉱廃水の話に、発展していくんですけども、硫化鉱が硫化金属を含んでいる場合はバイオリーチング、バイオハイドロメタラジーの話になっていきます。で、実際にフィンランドのこういったタルビバラ鉱山の見学も確か所先生とご一緒したんじゃないかと思っておりますが、こういうヒープの中でですね、バイオ、リアクションが起こるという非常に面白い経緯であります。で、ちょっと今日お見合いになっているかどうか分かりませんけども、初期の頃の学生に中本君という学生さんが来てですね、黄銅鉱のバイオリーチングをダーマンで覆うっていうのをやってます。で、黄銅鉱のリーチングメカニズムっていろいろ議論があるところで、中間体が推測が多くて直接観察データってのはあまりなかった。それをコベライトが中間体としてできているっていうのをラマンで検出したという意味で、この論文非常に引用件数が高い論文となりました。まあ、その後高杉さんとか、高杉さんですね、エラージャイトとかテナンタイト、石倉さんとかにこの研究は継がれていって、こういった業績になっております。で、軟処理金鉱石リアルゴールドの話なんですけれども、金は、フールズゴールド、パイライトの中にあると、こういうタイプの金鉱石はこの写真で見られるように実際に処理されて金を集める対象とされております。ところがここに炭素が混ざっている、石炭のような炭素が混ざっている鉱石になると、これは非常にリスク、開発リスクが高くて、手をつけないというのが今の企業の判断だと思います。
それはですね、この普通は菌を抽出するのにシアンを使ってシアン化菌作体として取り出すんですけれども、この絵に見られるようにグラフに見られますように炭素があるとこのシアン化菌作体が炭素に吸着してですね、回収ロスが生じてしまう。ひどい時にはこの回収ロスが全体の5割7割までになることがあって、非常にリスキーな金鉱石であるということで開発されてないものです。ところがこの金鉱石、このタイプの金鉱石は金の品位が高いというのを一般的で、なんとももったいない資源であります。で、この炭素をなんとかして金をここから取り出そうという研究を始めるきっかけとなったのが、今日来られているガーナからの留学生コージョ・コナンデル君がリーディングプログラム の学生として日本に来た時にリュックの中にこのタイプの金鉱石を背負ってですね、キャンパスに来ました。で本当にやる気なんだなという感じが伝わってきました。で、最初はですね、白色腐朽菌が出す酵素リグニンペロキシダーゼ、マンガンペロキシダーゼという酵素がこの炭素分を変質させて、菌をシアンで取り出すことを可能にするという方向で、研究を進めてまいりました。で最初は硫化鉱を分解する通常のバイオオキシデーション の方法で硫化鉱をまず分解して、その後この白色腐朽菌の酵素液を作用させて、やることによって、もともと 24% しか菌が抽出できなかった鉱石でも 92% の菌を抽出できるという報告をしました。で驚いたことに、この白色腐朽菌の素酵素液、酵素は生成されてないんですが、それを活性炭に作用させると、これ活性炭作用前作用後なんですけど、もうボコボコに表面が穴が開いていると。つまりこの酵素は固体基質でも十分なんか反応 してるみたいだと。完全に溶かすことはしないまでも、ものすごい力がアタックしているということが分かります。で分光学的に見てもカーボン NMR をスペクトルを見ますと、これ酵素反応前酵素反応後なんですけども、アロマティック CC ダブルボンドがこう相対強度が減ってて、別の形のカーボンに変質しているということが分かります。でただこの素酵素液を使うとなんともそのプロセスにしにくいということで、もっと供給性の高いリグニン分解系酵素っていうのを使ったらどうだということを、私なんか農学部の方、農学系 の小さな研究会に呼ばれてこの話をした時に、知り合いになった先生からそういうことを言われて、ラッカーゼという酵素を使うことにしました。それをやったのが今スイングで、就職している酒井君、それからディエゴさんなどです。この時はもうですね、やはり菌抽出率は44から 86% というふうに上がって、ちょっとこの時はこの、硫化鉱の分解がちょっともう少し上手な方向でやればよかった、もっとここは上がったはずなんですけども、確かにラッカーゼというのはメディエーターを使いながらですね、同様のことができるんだということを発表しています。で今年度に入ってから最終年度なんですけども、ここで、シアン化菌という作体 その性質、これが炭素に吸着しやすいという性質は何から来ているのかということを調べてみるとですね、AU と C の間の結合がですね、パイ結合と非常に親和性の高いですね、逆共用シグマ結合というのがここにあるんだという報告があって、これが良くないということで抽出剤を変えて、このバイオキシデーションの前段のプロセスが強酸性で起こっているので、このシアンはアルカリですので、チオン尿素強酸性でも菌の作体を作るようなリガンドを使おうと、こういった作体になりますが、この方向を考え始めていました。で、バイオキシデーションで硫化鉱を分解した後、チオン尿素で炭素は何も手をつけずですね、チオン尿素で、抽出をしてやると、もう10時間ぐらいですね、最適条件では 100% 再吸着は見られないと、こういういい結果が出てくるということが分かりました。
で同じ鉱物に対してシアン抽出をするとですね、抽出率もあまり上がらないし再吸着も起こるということで、チオニオソリーチングっていうのは、特に炭素質金鉱石、今見捨てられているような金鉱石には非常に向いている抽出方法であるというふうに思いました。しかしこの出てきた錯体をどうやって回収するのかという点については課題があって、活性炭はもちろん使えないので、他の代替法としてはこれ陽イオンですので陽イオン交換樹脂というのをまず考えました。でここの鉱石の中の液には浸出液にはこの金の濃度の3桁上の鉄が存在しています。それも陽イオンなので、その鉄の共存、3桁高い濃度の鉄の共存があるとこれうまくいかないのかもしれないと考えまして、陰イオン交換樹脂ではあるけれども、ここにアミン基をたくさん持つような樹脂、これについても検討をしたところ、この肺結合というのを期待したわけですけども、やはり比べるとこの陽イオン交換樹脂がやっぱり強いということで、これでうまく血を尿素浸出液の菌は回収ができるということも確認ができました。まとめると、この血を尿素浸出 DRGO というのはやっぱり血を尿素浸出には非常に相性が良くて、プロセスもとても簡素ですし、何も炭素の処理をしない、どんな炭化度の、金鉱石が来てもこの方法でいけるということが今年度ですね分かりました。でこちらはこちらですね、いまだにやっぱりシアンで金を抽出しないとやっぱり都合が悪いというそういうところはありますので、やはりラッカー勢を中心とした方法を開発して確立しようと、シンディさんはじめ頑張っているところであります。でこれは、これも本当に運が良かった話なんですけども、2019年の12月頃にコロナ感染症が顕在化してきたわけですが、このインターナショナルバイオハイドロメタルシンポジウムを2019年10月の末に福岡で開催することができました。世界中から参加者にですね、福岡を知ってもらって、福岡の良さを知ってもらって、また日本のハイドロメタル、バイオハイドロメタラジーのプレゼンスっていうのも世界に広めることができた貴重な機会になったと思っております。で、ちょっと次のトピックスに移りたいと思うんですが、その陰イオンの不要化の話です。ご存知の通りですね、地殻の地表構成成分というのは主には珪酸塩鉱物ですが、珪酸塩鉱物というのはこの有名なこの表に見られ、グラフに見られるように導電点が低いんですね。そうすると自然界の大部分 その中性領域の pH においては、この表面電荷は負になると、そうすると陰イオンを反発し陽イオンは吸着する性質があるというのが一般的です。で特に、放射性核種について言いますと、こう半減期がですね、陰イオンの半減期が、10の50年という非常に半永久的に長いということで、深刻な問題につながっていきます。で、そこで陰イオン交換体というのは陽イオン交換体ほど実はあまり研究が進んでいないもので、数も種類も限られたものです。相乗腹水酸化物エトリンガイと、それからここに書いてありませんけども、ハイドロキシアパタイト、それから有機修飾粘土というような、この辺が中心になってまいります。でどの陰イオンがどのマトリックスに親和性が高いかというようなことをやっておりました。またそれに対して風化したものに対して固化体形成をどのようにするかという話もやっておりました。でちょっとこれは一覧表にまとめた結論を見たものを集めたんですけども、大部分の陰イオンっていうのはこのエトリンガイト、ハイドロキシラアパタイト、相乗腹水酸化物に、吸着をします。特に電荷の高いものはこういうものに吸着して強鎮したり、安定にここに閉じ込められる性質がありますけれども、一価の陰イオン、っていうのはこの特に赤い枠で囲った5種のイオンについては、この3つでは全然不要化されない、不動化されないものです。でこれに対して、いい不動化剤になるような
有機就職粘土、界面活性剤で就職した粘土ですね、これを取り組んでいたのはルオーフィーさんで、第4級アンモニウムイオンを持つような界面活性剤で就職した、モンモリュナイトというのは